ニンニクじゃなくても、一本北手の方にニンニクを行こうと思ったんですけど、まあ、岐阜市の長野の方に行けば4時間4時間タクシーが全然走ってないけど、もし来られたらあそこの歯医者に来れば一回の方の電車に走ってたあの足だと中にも入って受けてる最近便利ですね、農学の方で。西方大本岡山県総社市出身ゆるま部屋東方平一新潟県南大沼市出身岩富木部屋一緒だよ。お仲間よ、仲良しさ。あっち行ったりこっち行ったり。